はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私がチュンチョン南道というですね、地域にある施設さんですね、日本語では修徳寺というんですけども、まあ、ここにですね、私が行ってきましたので、まあ、これに関する内容を、まあ、後でですね、映像でお送りしたいと思います。でその前にですね、今日はですね、この施徳さを含めてですね、韓国の仏教というものについてお話をしていきたいと思います。で仏教はですね、この韓国ではですね、意外とですね、この、基盤というんですかね、信者がたくさんいるんですね。もちろんその宗教というとですね、韓国の宗教というと儒教とかですね、生活の規範にも生活の中に入っているということにおいては有名ですけども、その次にクリスチャンであると、3割がですね、キリスト教を信じていると。そしてこの仏教はですね、2割の人が信じているぐらいですね、人口のですね、2割、1000万人以上がですね、この仏教を信じていると。韓国はですね、このお釈迦様の誕生日ということで、釈迦誕生日という日が設けられています。でこれが陰暦の4月の8日なんですけども、陰暦なのでですね、この日にちは年によって変わるんですけども、5月中旬ぐらいにですね、このお釈迦様の誕生日として祝日になっています。もちろんそのクリスマスもですね、韓国では祝日なんですけども、そのぐらいですね、国を挙げてですね、こういった仏教というものを保護しているということも考えることができると思います。答えから言うとですね、高句麗がですね、まず初めにですね、372年に仏教を受け入れるということ、そして百済ですね、ペクチェと言いますけども、384年にですね、西王という、孫元という王様の時にですね、この仏教が入ってきたと。そして次に新羅ですけども、新羅の場合はですね、528年に公認されていくんですけども、その前にですね、この仏教を受け入れる派とですね、それから仏教を排するですね、そういうその仏教に対する反対する派閥がですね、争うことによって、どうするかということに時にですね、イチャドンというですね、これも伝説なんですけども、イチャドンというその人がですね、仏教を受け入れることによってですね、新羅が国が復興するんだというようなことを言ったんですけども、反対派にですね、処刑にされていくんですね。でイチャドンはその処刑の時にですね、自分は死んでもいいんだと、しかしそれはね、私が死ぬことによって仏教が栄えるんであればですね、それも御心だということにおいて、死んでいったんですけども、その後ですね、仏教が栄えていったというような逸話が残っています。その次にですね、高麗時代においてはですね、もうこの仏教がですね、国の、宗教としてですね、国教として認められることになっていきます。で特に有名なのはこの8番、大蔵経というですね、パルマンテジャンギョンというですね、経典をですね、作っていくと、これはですね、モンゴルの侵略から国をですね、この守っていくんだという、そういう意味を込めてですね、作られたものであるということですね。これは慶尚南道にある平陰寺というですね、寛陰寺というですね、そういうお寺に今も残っています。しかしながらですね、このあとですね、仏教は朝鮮時代に入ることによって弾圧を受けることになります。そういうお寺がですね、今度は山に追われていくというようなところで、韓国ではですね、この町の中にお寺があるというよりはですね、山の奥にですね、お寺があるということが多いです。今回私が行ったですね、修徳寺ですね、ストクスさんもですね、この山の中にあってですね、少し登っていかないといけないというような険しいですね、ところに、あったということが、印象的でしたね。そういうこともあってですね、廃仏運動がこの朝鮮時代に起こってですね、儒教が国の、一つの規範となっていくと。そして僧はですね、先民よりもですね、劣っていく、そういう身分にもなってしまっていくわけですね。その近代においてはですね、今度はその独立ということを歌ってですね、キリスト教と同時にですね、仏教徒はですね、これを運動をですね、展開しながら、そして基盤を作っていくということになっていきます。
この現代においてはですね、この韓国はこの仏教という、信者も多いんですけども、そういう意味においてもですね、一つの、心のですね、一つのよりどころにもなっているとも言われています。最近はですね、競争社会、この受験のですね、受験やですね、それから就職などのですね、あらゆるそういった場面において、人々がこの競争社会の中で、生きていかなければならないというところにおいて、どちらかというとそういった心の平安をですね、求めていこうとするそういう傾向もあります。韓国は経済が復興して、そして、この何も不自由ないそういうですね、生活、そして貧富の格差というものが生まれる中でですね、人々はこういったですね、仏教に対するもう一度ですね、改めてその価値を見出そうとしている、そういうところもあります。今日はですね、そういう意味でですね、韓国の、代表的なですね、一番古いと言われている木造のお寺ですね、修徳寺というものを見ていきたいと思います。でこの修徳寺のですね、上にある山がですね、徳須山というですね、山があります。その中の一角にですね、この山、お寺がありますので、ご覧いただきたいと思います。서울대학교도정치학부였는데학교붙었다고플래카드붙었어 그럼이런시골같은데가보면또뭐누구우리여기지금취업출신누구뭐농림부국장승진이렇게도붙여놓고또뭐누구뭐어디무슨대학교교수를갔다고이렇게붙여놓고재밌어요시골보면친화물은요옆에있는거고요